南カメルーン連邦共和国はカメルーンに属する領域のうち北西州と南西州を合わせた地域において展開されているカメルーンからの分離独立運動において当該地域の独立を主張する政府が自称している国名アンバゾニア共和国とも呼ばれカメルーン南西部にあるアンバスワンの名がアンバゾニアの名の語源になっている南カメルーンの面積は北西州と 南西州を合わせた42,383平方キロメートルである。人口は210万人。政府所在地はウェア。場面では第2所在地。公用語はイギリス植民地時代から英語を話す。国土の大半がフランス領であったカメルーン共和国において、南カメルーンの当該2州はイギリス領であったため、カメルーンの独立後に主導権を握ってきた。 フランス語系住民に対する2州の英語系住民の不満が長くくすぶっていた。そのため、分離独立運動が盛んに行われている。隣国ナイジェリアとはバカシュ半島の領有権をめぐって、独立運動組織南カメルーン国民会議が、バカシュ半島は南カメルーンの一部だと領有を主張しているため、対立がある。1858年イギリス人宣教師が、 解放奴隷のための入植地として、カメルーン南西部のアンバス湾を入植地として建設。その後、アンバス湾と周辺地域はイギリスの保護領となる。1884年にはドイツ植民地帝国ドイツ保護領カメルーンが成立した。1887年イギリス保護領だった。アンバス湾と周辺地域の地はドイツに割譲されドイツ保護領を。 カメルーンの一部になる。第一次世界大戦のドイツの敗戦の結果から、ドイツ領から1922年にイギリス領カメルーンとなった。1954年にエマニュエル・エム・エル・エンデレーが南カメルーンの自治権を主張。1955年、ジョン・フォンチャが南カメルーンにてカメルーン民族民主党を設立し、1959年の投票で 現状維持が多数を占め、フォンチャがイギリス領カメルーンの首相に就任、アルバート・ムコングが副首相となった。翌年の1960年にナイジェリアがイギリスから独立した。ナイジェリアとの統合の声もあったが、フォンチャはナイジェリアとの関係を断ち切った。さらに、フォンチャは呼びかけにより、投票で1961年に北部はナイジェリアと統合。残った南部は、 カメルーン共和国と統合するカメルーン連邦共和国となった。しかし当初はエンデレーは独立を強く主張していたためフォンチャとは対立していた。ビアフラ戦争。1972年国語をカメルーン連合共和国に変更。1980年代になるとカメルーン英語話者運動などの南カメルーンの独立を主張する組織が 活発に活動するようになった。1984年には国号を現在のカメルーン共和国に変更。1995年、フォンチャラかつての指導者も加わった独立運動組織南カメルーン国民会議がブエアに設立される。カメルーン政府が弾圧に乗り出したため、1999年12月30日、 ブエアの独立を主張する南カメルーンの裁判官で、あるフレデリック・アロブウェデ・エボングをリーダーに、SCNC の議長、アヤンバ・イー・オグン、ジェームズ・サブム、ソロモン・ヤニエラメンバーが、ブエアにある、ラジオ局を占拠し、2州からなる南カメルーンの分離独立と、主権回復を宣言した。エボングが、自身の、独立宣言の声明が入ったテープを、ラジオ局で流し、声明は、 イギリス政権下で、かつての南カメルーンの主権と独立の回復は、今後、知られ、南カメルーン連邦共和国と呼ばれるというエボングの声明であった。ラジオ局選挙事件の後、エボングラメンバーは、分離独立を求め独立宣言を確認するために、リンベとブエアで行進した。そのため、エボングラ SCNC メンバーは、反逆罪の罪で逮捕拘束され、 ヤウンでの国務省国務の交流で数ヶ月間過ごした。東国後も独立を主張し続け、エボングは刑務所にいるとき、南カメルーン連邦共和国の国際連合、アフリカ統一機構、イギリス連邦、非同盟運動、西アフリカ諸国経済共同体への参加を申請した。アフリカ連合の申請により、リビアのムアンマル・アルカズ・ザーアフィー大佐がアンバゾニアの 独立に関心を抱いたが、ほとんどの組織の参加は承認はされなかった。SCNC は、南カメルーンの紋章、旗、国家を採用し、2000年、SCNC はイギリスに亡命していたエボングを、SCNC の議長及び南カメルーン、連邦共和国の最初の大統領として指名した。2001年、大統領に指名されたエボングは、 南カメルーンの臨時政権の組織を発表。副大統領に、ヌフォー・エンガラヌフォー、その他に、大統領府官房長や外務、国防など、南カメルーン連邦共和国の25人の閣僚を指名した。2002年にはこれらのメンバーらは反逆罪で、弾圧逮捕されている。また、弾圧された、SCNC のエボングラメンバーは1999年から、 設立宣言されているアメリカの亡命政府で活動している。2017年10月1日に独立派の SCNC がアンバゾニアの国名で1999年12月のエボングの独立宣言を引き継ぐ形で再び独立宣言を行っており治安部隊と衝突する事態となっている。2018年6月カメルーン政府は2017年末に 武力衝突が激化して、以来、独立派が治安部隊の81人を殺害したと発表。一方で、人権保護団体アブネスティ・インターナショナルは、治安部隊が2017年末以降、超法器的殺人や、私有財産の破壊、恣意的な逮捕、拷問を行っていると報告書で指摘している。南カメルーンの初代大統領だったエボングが2019年5月24日に、 亡命生活を送っていたアメリカで病気により死去した。独立派の SCNC の闘争は、エボングの意志を受け継ぎアンバゾニアの国名のもと、現在も分離独立運動が続く。ありがとうございます。